正義を追求しすぎて凶悪化したキャラ、アニータ殺学。アニメや漫画を見ていると正しいことしてたはずなのになんでこうなっちまったんだという闇落ちしたキャラを目にすることがよくあります。そんな彼らは美しい世界を作るために人間を虐殺しまくったものだったり、正しい世界を作るために人間を虐殺しまくったものだったりと様々です。というわけで本日は正義を追求しすぎて凶悪化したキャラランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは本チャンネルにて実施したアンケートの投票結果およびコメント欄の反応をもとに順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数15万票、総コメント数785件、皆様たくさんの投票&コメントありがとうございました。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方も覗いていってください。また本ランキングはいろいろな作品を紹介するため1作品につき1キャラまでのノミネートとさせていただきます。それではスタート。第12位、暗殺教室浅野逆歩。まず初めにランクインしたのは、ふぬきが丘学園理事長、浅野逆歩。教育者でありながら、冷酷と言えるほどの合理主義者である彼は、徹底した学力至上主義によって、自らが経営するふぬきが丘学園を全国でも指折りの進学校にし、経営者として成功。学内に差別対象である E 組を作ることで、その他の生徒に、こうはなりたくないという感情を植え付けて勉強させる。いや、人の心ないんかと言いたくなるような鬼畜システムを学力向上のために採用した。そんな彼の原点は、若い頃に始めた小さな私塾であり、のびのびと育てる方針を掲げ、たった3人の生徒に対して、真剣に向き合い、生徒から慕われる素晴らしい先生であった。彼の教育の甲斐あって、教え子は志望校に進学でき、何より優しく人を思いやれる人間に成長。少しずつ塾の評判は上がっていったのだが、ある日最初の教え子の一人がいじめて自殺してしまったことを知る。優しい性格で抵抗しなかったことがあだとなり、暴力やカツアゲの対象となって自ら命を絶ってしまった。そんな生徒を生み出す教育がいい教育と言えるのか、強い生徒に育てなければ何の意味もなかったのだ。こうして一人の教育者は優しさという名の弱さを捨て、より厳しくより強い生徒を育てるための学校、ふぬぎが丘学園を創立したのだった。ただ生徒の幸せを願っていただけの先生が強さに取り憑かれていくのは悲劇ですよね。コメント欄で注目集めて見事ランクイン。チェーンソーマンの重大なネタバレを含みます。アニメ派の方はご注意ください。第11位、チェーンソーマンマキマ。続いてランクインしたのは、公安対魔特異4課のリーダーを務める内閣官房長官直属のデビルハンターマキマ。デンジを公安にスカウトした総本人である彼女は、全てを見透かしているかのような瞳とスーツ越しでもわかる傲慢なボディが特徴的なクール系の美女。そんな彼女は一部の終盤で本性を表し、公安メンバーを次々と手にかけていく。彼女の正体は支配の悪魔。支配の悪魔はずっとチェーンソーマンの力を狙っており、デンジの心臓となっているポチタことチェーンソーの悪魔を支配下に収め、チェーンソーマンの能力フラッタ悪魔の存在ごと消滅させる力を利用し、世界のあり方を変えようとしていた。作中でマキマは過去が描かれず、真の目的は不明だが、例えば死、戦争、飢餓、この世にはなくなった方が幸せになれるものがたくさんあります。それらをチェーンソーマンの力で全て消し去ります。彼女のこの言葉を信じるならば、世界を少なくとも今よりはいいものに変えようとしており、実際に戦争がなくなることを恐れたアメリカ大統領は彼女を殺そうとしていた。彼女の理想がどうだったのかはわからないし、やり方は最悪で、彼女にとって都合が良かっただけであると思われるが、確かに戦争や飢餓はなくなってほしいですよね。コメント欄で注目集めて見事ランクイン。第10位、ワンパンマンガロン。続いてランクインしたのは、人間怪人ガロン。 S 級サインシルバーファングこと、ガングの一番弟子であった彼は道場で暴れて門下生を再起不能にし破門される。そして彼はヒーロー協会本部に姿を現し、自らを怪人と称して戦線深くヒーロー狩りを開始する。天才的な格闘センスで S 級ヒーローのタンクトップマスターなど数々の実力者に次々と勝利、戦いの中で進化を続け強力な怪人に成長していった。そんな彼がヒーロー嫌いになったのは幼少期。おとなしい少年だった彼は人気者のタッちゃんからヒーローごっこに誘われ怪人役に選ばれ、しかしそれはただのいじめで、怪人役の日陰者にヒーロー役の人気者が暴力を振る。人気者は何をしても許されて、弱者はどんなに訴えても信用されない。社会の理不尽な構造によって彼の心は進んでいき、大好きだったヒーローへの憧れは失せ、人気者のヒーローが必ず勝つことに怒りを覚え、ヒーローは全員が偽善者で正義を盾に暴力を振る、心から弱者を救いたい、本物のヒーローなど存在しない、そんな思いからヒーロー狩りを始め、偽物のヒーローを倒す怪人となって彼だが、今も心のどこかで本物のヒーローを期待している。本当の弱者を救ってくれないヒーローへの落胆から悪に落ちていった怪人ガロン。投票では全体の 5% で大会とイマイチな結果であったため、この順位とした。第9位、僕のヒーローアカデミアステイン。続いてランクインしたのは、ヒーロー殺しステイン。プロヒーローを狙って襲撃し17件の殺人を犯した凶悪犯である彼だが、その目的は偽物のヒーローに複製を与えること。ヴィランでありながらオールマイトに心酔しており、オールマイトをデビューから応援し続け、彼にとってオールマイトは自己犠牲の精神を持ち見返りを求めない真のヒーロー。しかしそれに比べて本来の意味を失い腐敗した現代のヒーロー、収益や地位や名声を得るためにオールマイトの真似事をする、偽物の王者に失望する、自分の理想を実現させるため10年間殺人術を鍛錬し、ヒーローを汚す者に対し粛清を開始する。彼からすれば偽物はヒーローではなく、いたずらに力を振りまく犯罪者と変わらなかったが、皮肉にも世間からヒーロー殺しと呼ばれた。血を摂取した相手を拘束する病欠という個性を持つが、決してそこまで強い個性ではなく、彼の強さのほとんどを占めるのが戦闘技術と経験の高さ、そして彼なりの正義を貫き通す信念の強さである。自分にとっての正義のためならヴィランを倒すこともあるし、ヒーローを救うこともある。逮捕の直前、瀕死の重傷を負いながら叫んだ彼の言葉、英雄を取り戻さねば。そして彼の思想、英雄回帰は世間に広がり、多くのステイン信者を生んだ。腐敗したヒーローを倒そうとし自分なりの正義を貫いたステイン、やり方は最悪な手段だったが、世界を変える大きな一歩となった。それでは全体の 9% で第3位を獲得したものの、1位、2位とは大差をつけられ、いまいちな結果となったため、この順位とした。第8位、ナルト・ナガト。続いてランクインしたのは、 S 級犯罪者集団暁のリーダー、ペイン・リクドーこと長門。アメガク
りの里で生まれた彼は戦争によって両親を失い、輪廻がもう海岸、戦争孤児のヤヒトとコナンと共に必死に日々を生き抜きながら争いのない世界を夢見る。ネゴトたちは力を求め伝説の三人のジライアに弟子入り、3年間で忍術を学ぶ。ジライアは世界の憎しみが平和を拒み続けることを憂い、平和を掴み取る方法を模索。ナガトにはどうすればいいかわからなかったが、平和を信じなければ何も始まらない、方法よりも信じる力と答えを出す。しかし戦争に終わりは見えず、成長したナガトたちは武力に頼らず平和を訴える組織暁を結成。平和という夢のため徐々に勢力を拡大する。だが暁に脅威を感じた雨隠れの半蔵は木の葉の断蔵と手を組み、リーダーヤヒトの命を狙う。コナンを人質に取られたため、ヤヒトはナガトに全てを託し自ら命を絶ち、ナガトの夢は崩れ去る。ジライアは言ってくれた、痛みを知っているからこそ優しくできる。しかし痛みは痛みを呼び、復讐は復讐を呼ぶ。信じることは無駄で平和など絵空事。ナガトはリンネガンでペインリグドを作り、暁は和平団体ではなくなった。そしてナガトはジライアを殺し、木の葉の住民も大量に殺して木の葉の人々に復讐心を植え付ける。しかしナルトはジライアを信じ、復讐ではなく平和を選んだ。ジライアを信じることのできなかったナガトは、あの頃の自分と同じ答えを出したナルトを今度こそ信じ、木の葉の人々を蘇らせた。コメント欄で注目集めて、見事なクイーン。第7位、ドラゴンボールスーパーザマス。続いてランクインしたのは、大獣宇宙の海洋神候補、ザマス。大獣宇宙の海洋神、ゴアスの弟子である彼は、争いをやめない人間を軽蔑し、滅ぼした方が世界のためだと考える。しかし、滅ぼすのは破壊神の仕事。海洋神は生み出して見守るだけ。ザマスは美しい世界を汚す。人間を悪とみなし、正義のため、人間ゼロ計画を開始する。頭脳様を襲撃して、スーパードラゴンボールの場所を聞き出し、ゴアスを殺して、海洋神となって、時の指輪で未来へ行き、スーパードラゴンボールで、悟空と体を入れ替え、悟空ブラックとなって悟空を殺害。未来のゴアスも殺害し、未来の自分を仲間にする。そして、悟空ブラックは、スーパーサイヤ人ロゼの力を手に入れ、未来のザマスは、スーパードラゴンボールで不死身となる。邪魔する者を消すために海王神を殺すことで破壊神も殺害。未来トランクスのいた世界の人間を襲撃し、ほとんどの人間を虐殺した。過去から来た悟空とベジータ、未来トランクスの魔風魔に追い詰められ、悟空ブラックとザマスはホタラで合体。合体ザマスとなって破壊神を超える力を手にする。しかしベジットによってダメージを受け、人々の思いを受け取ったトランクスが肉体を滅ぼす。魂になったことで世界そのものになろうとし、トランクスの前を覗く未来の生き残りを全て殺した。人間を憎悪するあまり、自分の信じる正義しか見えなくなり、善悪によって世界ごと消滅させられたザマス。コメント欄で注目集めて、見事ランクイン。第6位、ジョジョの奇妙な冒険、プッチシンク。続いてランクインしたのは、ジョジョの奇妙な冒険第6部のラスボス、ジョースター家最後の敵、エンリコ・プッチ。刑務所の教会師である彼は、10代の頃にディオと出会い、友人となり、彼の考えに触れる。ディオの死後、プッチはディオの意志を引き継ぎ、人類を幸福にする方法を探すことに。その答えは、ディオのノートを読んだ人物、ジョータロウの記憶の中にあると気づき、娘のジョリーンをはめて、刑務所にぶち込み、助けに来たジョータロウから、スタンド能力、ホワイトスネークによって、記憶とスタンドを奪い、天国へ行く方法を知る。そして、14の言葉、螺旋階段、カブトムシ、廃墟の街、イチジクのタルト、カブトムシ、ドロローサへの道、カブトムシ、得意点、ジョット、エンジェル、アジサイ、カブトムシ、得意点、秘密の皇帝によって、緑色の赤ちゃんと融合し、ホワイトスネークはシームーンとなり、天国へ行く方法を全てクリアし、シームーンはメイドインヘブンとなった。メイドインヘブンの能力は、生物以外の時を加速させ、宇宙を一瞬させることで、全ての生物がこれから起こることを記憶ではなく精神で覚え、知っている世界、運命を覚悟できる世界を作る。明日死ぬと分かっていても、覚悟があるから幸福なんだ。人類はこれで変わる。これが私とディオが求めた天国へ行く方法。しかし彼は天国の完成直前、エンポリオによって倒され、天国が完成することはなかった。コメント欄で注目を集めて、見事なクイーン。第5位、ワンピース、杯。続いてランクインしたのは、海軍元帥、杯。赤犬の通称で知られる彼は2年前は大将で、青木地九山、キザル・ボルサリーノと共に海軍最高戦力として君臨し、現在は元帥として海軍を指揮する。徹底的な正義を掲げ、誰よりも悪を憎む男だが、その正義はあまりにも過激。たとえ海兵であろうとも、海軍にふさわしくないものは始末する。そんな彼の思想を象徴する惨劇が、小原でのバスターコール。政府は空白の100年の研究を禁じている。空白の100年は900年前から800年前の間の歴史。空白の100年が終わった800年前に世界政府は誕生し、証拠を全て消し去ってしまった。22年前、考古学者の聖地である小原の研究者はポーネグリフを解読し、その真実に迫ろうとしていた。研究は秘密裏に行われたが、ロビンの母オルビアの乗る船が海軍に捕獲され、研究が露呈。スパンダムは小原の研究者全員に死刑を言い渡し、バスターコールが発動。当時中将だった杯と釜山を含む5人の中将と10隻の軍艦が島を攻撃。本来死刑対象は研究者だけで、それ以外の住民は対象外であったが、杯の判断によって他の島民にも一斉砲撃。全ての船は沈没し、生き残ったのはロビン1人。この徹底っぷりには釜山もドン引きで、これが原因で海軍に疑念を抱き、最終的に釜山は杯と衝突、敗れて海軍を去ることになった。人としての道徳を捨て、徹底的に悪を排除する杯。コメント欄で注目を集めて、見事ランクイン。呪術廻戦2期のネタバレを含みます。アニメ派の方はご注意ください。第4位、呪術廻戦ゲートをすぐる。続いてランクインしたのは、最悪の呪詛師ゲートをすぐる、五条悟、乙骨ユータ、スクモユキに並ぶ。日本に4人しかいない特級術師である彼は、10年前の呪術高専生、両親が非術師で、七海や東堂など一般の家系から一級術師が生まれる例はあるが、特級にまでなったのはゲートだけ。高専2年の時点ですでに一級であり、同級生だった五条と2人で、私たちは最強と自称していた。真の最強になる前とはいえ、数百年に一度の陸眼と無加減呪術の組み合わせの完全チート野郎と肩を並べていたのが、決闘なしのゲートって普通にすごすぎますよね。彼の使う呪霊操術は、報復させた呪霊を操る強力な術式で、五条と勝手な行動をして問題児であったものの、しっかりとした考えを持っており、一般人に配慮しない五条に対し、術師は弱者を守るためにあると諭していた。そんな彼はある任務で敗北し、英語大将を死なせてしまい、英語大将の殺害を依頼したのは非術者で、遺体を拍手で歓迎する光景を目にし、非術師への疑念が生まれ、高専の後輩が任務中に死亡し、それは深まり、そしてある村での除霊後、非術師によって監禁された術師の姉妹を発見。ゲトウは村の住民全員を殺害、両親も殺して処刑対象となる。新しい家族のため、非術師を殺して術師の世界を作ると宣言。宗教団体を乗っ取って金と人材を集め、京都と東京
に戦隊の呪霊を放ち、百鬼夜行を決起。最後は乙骨に敗れ、五条にとどめを刺された。コメント欄で注目を集めて、見事にランクイン対戦、デスノート、矢神ライト。続いてランクインしたのは、新世界の神、矢神ライト。ラブコメの主人公並みにモテまくり、全国模試は当然の1位。中学時代は、テニスで全国大会を2連覇。超絶イケメンでモデル並みのスタイル。あまりにハイスペックすぎて、人生ぬるげ。何をやっても変化を取れるので、日々を退屈に感じている完璧超人なライトは、名前を書いた人間が死ぬのと、デスノートを拾ったことで、人生が一変。腐敗しきった現在社会では、本当の悪人は裁きを受けない。正義感の強いライトは、理不尽な世界を変えるため、デスノートによる裁きを開始。世界中の主要な犯罪者を片っ端から裁きまくり、悪人を裁く者の存在を知らしめ、徐々に裁く者の罪を避けていくことで、この中から犯罪をなくそうとした。しかし、世界一の探偵エルに容疑をかけられ、追い詰められデスノートを使い、犯罪者以外にも、警察や捜査官、自分に逆らう者は誰でも、躊躇なく殺すようになる。初めは純粋な正義感だったはずが、徐々に歪んで、醜く生き抜き、最終的には誰でも殺す、ただの殺人鬼になり下がった。彼はいつ悪人になったのか。最初に通り魔の音原田九郎を殺した時、実験で罪の軽い渋沢を殺した時、残忍とは知らなかったリンド・エル・テイラーを殺した時、罪人ですらないレイ・ペンバーを FBI と共に殺した時、少なくとも作中の中盤ではすでに悪人で、それ以降は正義のふりをして自分を正当化している偽善者であった矢神ライト。投票では全体の 31% もの票を獲得し、ステインとガロに差をつけて第2位に。コメント欄でも注目を集めて、見事にランクイン。進撃の巨人のネタバレを含みます。ご注意ください。第2位、進撃の巨人、エレン・イエガー。続いてランクインしたのは、進撃の巨人の継承者エレン・イエガー。10歳の頃に母を巨人に食われ、巨人への憎しみから調査兵団に志願したエレンは、巨人化の能力に目覚め、敵と戦い、徐々に世界の真実に近づいていく。そしてエレンの持つ進撃の巨人の能力である、過去の継承者に記憶を見せる能力によって、未来の自分が過去の継承者である父に見せた未来の自分の記憶を見る。そしてエレンは仲間のため、過去と未来を書き換えようと行動を開始。進撃の巨人の能力は、未来の継承者が過去の継承者に未来を見せる性質上、より未来の継承者が主導権を握る。エレンは父のグリシャだけではなく、少なくとも2代前の継承者エレン・クルーガー、もしかしたらもっと前の継承者にも能力を使用し、エレンにとって都合のいい未来だけを見せ、過去の継承者の行動を操った。エレン・クルーガーにはグリシャを助けさせて、進撃の巨人の継承のために自ら捕食されるように誘導し、レイス家を根絶やしにすることを拒むグリシャには無理やり抹殺を実行させた。さらにエレンは自分の理想のために始祖の力を掌握し、地ならしによって世界を踏み潰そうとするのだが、そもそもエレンが巨人を憎むようになった発端、巨人が母を食ったあの日でさえ、始祖の巨人の力で巨人が誘導されて未来のエレンの意思で引き起こされたことが発覚。どこまでがエレンによって改ざんされたものかは不明だが、凄まじい量の工作で過去を思い通りに改変したエレン。今年の秋にこの結末をアニメで見るのが楽しみすぎますよね。投票では 55% と圧倒的1位を獲得したものの、コメント欄ではもう一つの1位候補と大接戦、もうほとんど同率1位であったものの、わずかに敗れこの順位とした。第1位、コードギアス反逆のルルーシュ。ルルーシュ、見事第1位に輝いたのは、新生ブリタニア帝国第99代唯一皇帝ルルーシュ・ビン・ブリタニア。世界最大の帝国であるブリタニアの王子で、圧倒的な頭脳を持つ天才の彼だが、ある事件によって王位継承権を手放し、妹と共に身分を隠して日本で暮らすこととなる。強い者が正義で、弱者はゴミのように扱われているブリタニア。盲目で歩けない妹にとって、この国の王父の思想はあまりに残酷。ブリタニアを、そして世界を変えるため、シティ2と呼ばれる少女からギアスと呼ばれる力を受け取り、ルルーシュは行動を開始する。ルルーシュのギアスは絶対遵守の力、目を見た相手に一度だけどんなことも命令できる。この能力と頭脳によって巨大帝国を翻弄し、望む世界を作り上げていく。テロリストを仲間にし、黒の騎士団を結成。誰もが予測不可能な戦略を連発し、連戦連勝。しかし彼は他のメンバーにギアスの力を隠しており、汚い暴力や策略、正義とは言えない卑劣な行為で仲間を騙していたことがバレ、全てを失う。しかし彼は騙し続けた親友スザクを味方につけ、最終作戦のゼロレクイエムを実行。皇帝を倒して玉座に君臨し、皇帝の権力とギアスでブリタニアのあらゆる悪を抹消。ブリタニア皇帝として逆らう全てを征服し尽くし、最後には全ての悪の元凶として全ての罪を背負って自ら処刑され、世界に平和をもたらした。コメント欄で大量のコメントを獲得し、エレンと大接戦の末僅差で勝利。ゼロ年代最高のアニメと言われる実力を発揮し、見事第1位ランクイン。いかがでしたでしょうか。本編では紹介できませんでしたが、ワンピースフィルム Z のゼファー、ゴールデンカムイのツルミチュウイ、 FGO のエミヤオリタ、幽遊白書の潜水、仮面ライダーリバイスの五十嵐大臣、仮面ライダーオーズのバッタヤミなどもコメントが挙げられていました。皆様たくさんの投票案のコメントありがとうございます。このように本チャンネルで実施したアンケート結果を元にしたランキング動画を今後も作成していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。またこんなランキングをやってほしいというリクエストがありましたら、本チャンネルのコメント欄にてどしどしコメントをお願いいたします。最も刺さったリクエストはコメントを固定させていただきます。最後にサブチャンネルの方でも頑張って動画上げてますので、応援していただける方ぜひ概要欄より登録をお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。